夢ラジオです。今日は令和3年8月16日月曜日です。時刻は午前10時半。横浜港北は今日も曇り、まだ夏空が広がる、そんな天気にはなっていません。台風が来てるとか来てないとか、そんなニュースも流れてきますね。さて、戦争を語るシリーズ、前回は名手沖で連合艦隊が消滅した日本の、そんなお話になりましたが、今回はいよいよ本土決戦、絶望の本土決戦という、まあなんかタイトル聞いただけでがっくりくるような、そんなタイトルですが、実際そうだったのでこのタイトルにしました。田中先生、いよいよ1945年のお話になります。先生、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。はい、前回のあの冷手海戦が10月の末頃で、でまあそうこうしているうちに昭和19年も終わり、昭和20年、ここからあのもう本土決戦が叫ばれるようになりますね。はい、最初の本土決戦っていうと、やはり硫黄島っていうふうに思っていいんでしょうか。そうですね、まあ、基本的には、はい、硫黄島ですね。そしてこの硫黄島っていうのは、あのサイパンから日本の本土空襲をやるときにも、ちょうどその中間点あたりになることから、ここがサイパン落ち、そしてレイテでも負けた以上、次の戦場はここだというふうな認識が、あの大本営にも広がったというふうに聞きます。また米軍にとってもこの硫黄島が、真ん中にあるってことは、非常に空襲がやりにくいわけで、日本本土への、侵攻もやりにくいということから、やっぱり日米ともに次は硫黄島かというふうになったんでしょうね。マリアナ沖海戦、サイパン占領の後、44年11月から本土空襲が一応本格化してるんですけど、はい、サイパンだと、まあ、航続距離が例えばギリギリなんですよね。うんうんうん、で要は日本で爆弾を落としたときに、まあ、例えば機体に損傷が生じた場合に、その遠いサイパンまで戻るのがやっぱ難しいわけですね。でそうすると、護衛の戦闘機をつけたいって話になるんですけど、護衛の戦闘機をつけるとなると、その護衛の戦闘機の航続距離っていうのが今度問題になるわけで、そうすると日本の近場で、要は飛行場がないかっていう話になって、まあ、硫黄島という話になるんですね。はい、あの B29 も実はあのやりたい放題やってるように日本人から見れば見えるけれど、結構被害が出てるんですよね、あの B29 も。まあ、そうですね、はい、うんうん、あの全く被害がないというわけではないので、それはあの高射砲もあれば、その迎撃してくる、まあ、数少なかったあの日本の戦闘機もあれば、もうあの手この手が、やっぱり日本も使って B29 に対抗しようとしてたので、それでもし何らかの損害を受けて、そこからサイパンまで戻るとなると、もう無理ですよね、やっぱり。うん、だから基本的にはその空襲する最後に、あの高度を下げるんですよね、基本的には。あ、そうなんですか。あのその目視なので爆弾を落とすときは、ええ、だからあれ、もともと B29 の高度で来られたら、あのゼロ戦とかはもう対応できないんですよ。あの高さが全然1万メートル飛べないんで、うんうん、なんですけど、高度を下げるんで、その確実に当てるとかっていうことを考えたら、うん、そりゃそうだよね、うんうん、あ、ってことはそこは狙い目だよね。そこは狙い目なんですよね、やっぱり、うんうんうん、だから実際にやっぱ不時着してる飛行機なんかも結構あるんで、うん、やっぱそれを考えた場合に、本土のとの中間にある、まあ、硫黄島を占領して、まあ、だからここを飛行場にするっていうことですよね。で先生、いよいよその1945年の2月にこの硫黄島の戦いっていうのが始まるんですが、はいはい、あのこの時日本側の守備隊 の、 あの司令官は、栗林忠道さんですね。はい、そうですね、うん、はい。でこの栗林さんは、アメリカへの駐在もある、非常にあの英語に明るい、あるいはアメリカに明るい、そういう、陸軍の士官で、将校で、まあ、だから抜擢された、そんな風に聞きました。うん、うん、まあ、そうですね、うん、そして、実際に民主主義を学んだ
民主主義を知っている栗林さんになれば、やはり米兵の損傷こそが実は民主主義社会に対する一番の打撃であるということで、単に、兵器を壊すとか、そういうのではなく、米兵に対する損害、米兵の殺傷、それを非常に戦いの第一目的に掲げたとも聞きました。やはりそれはそうなんでしょうね。今日この洋島の話をするにあたって、一つ参考文献をご紹介しておこうかなと思うんですね。はい。といってもですね、硫黄島について扱った本なので、専攻としては社会学になるのかな、歴史社会学とか社会学が専攻で、明治学院大学の教授で、はい、石原俊という研究者がいるんですけど、はい、この人がですね、2年ぐらい前に中高新書からですね、硫黄島っていうタイトルで、著作を出しています、はい、国策に翻弄された130年という、非常にいい本です。もうぜひお読みいただきたい。新書だから読みやすそうですよね。読みやすいです、うんうんうん、そんなに分厚くもないですから200ページちょっとぐらいで読めますんで、うん、非常にいい本です。この石原さんっていうのはもう社会学者として非常に力のある、50手前ぐらいの今ちょうど今一番脂が乗ってる時期の方なんですけど、ちょっと、個人的にちょっと、なんて言うんでしょう。面識はないんですけど、友人のまた友人っていう感じで、ちょっと実は知り合いというか、なんて言うんでしょう。僕の名前知ってたこともあって、もともと、本は少し読んでたんですけど、この硫黄島はいい本ですね。うん、で、まず最初にお伝えをしておくと、栗林忠道中将を過度に、検証するのは、あんまりよろしくないと思います。現在の研究の動向でいうと、それはやめた方がいいです。で、栗林がその要は打撃を与えようとしたのが、簡単に言えばですね、中部太平洋の戦争の結局経過をある程度反省を踏まえたという、うん、そこにあると思います。要は水際作戦で、そうですね、迎撃をしてしまうと結局もう突破されたら終わりという、でそれを踏まえて、引きつけてそうですね、うんはい、ですので硫黄島にですね、全長18キロに及ぶ、地下陣地、それから坑道ですね、はい、うん、だからでこれもそうやって言うと、なんていうんですか、賢いっすねみたいな、やっぱり、うん、栗林忠道賢いっすね。で、誤解になりますよ、能力あると思いますよ、誤解のないんですけど、なんだけど、じゃあその作業をするためにどんだけの人が亡くなったんだよっていう、うんうん、だからこれ硫黄とか当然出てくるわけですよね。ガスとかもすごい出てくるから、だからそれを美談で片付けるのはいかがなものなのか。確かに打撃を与えたことは事実だし、非常に彼が有能な軍事指揮官であることは間違いないけれど、そのやっぱり地下陣地のこの構築っていうのも、やっぱりその、なんだろう、肉体労働がすごい大変だし、硫黄ガスも出てくるし、そりゃそうですよ。うん、地下入ったら、死傷者は、当然これ、なんていうんですか、病死者も出るだろうし、自殺者も出てるわけですよね。だから要は、これを全部やっぱ美談で片付ける。ってしまうと、そういうところが消えてしまうんですよ。でこれも、やっぱり麻痺してるんだと思うんですよ。昨日からのテーマって感じになってますけど、北岡伸一の言い方ですね、東京大学名誉教授ですけど、麻痺してた時代なんだという。でそれからですね、この栗林忠道中将の健闘ぶりっていうのは確かに非常に素晴らしいものがある。今までの陸軍の指揮官たちに比べればですね、やっぱり奮闘したことは事実だけれども、これは加藤陽子、東京大学文学部教授ですけれど、なんていうんですかね、図らずも、日本学術会議のメンバーとして登録される、されないで、注目されてしまい、
蝶のつく実証主義研究者なんですけれども、もう左翼学者のレッテルを貼られてしまうという、もう非常に理不尽なの何者でもない、まあ、その加藤陽子東京大学文学部教授は、この栗林忠通中将の検討ぶりっていうのは、このあと本土決戦においてプロパガンダとして利用されている歴史がある、うんうんうん、でそのこともやっぱり念頭においてこの栗林忠通の戦いぶりとか硫黄島の戦い、硫黄島の戦いっていうのは見ていかなきゃいけない。要はプロパガンダで利用されたということは事実でないことも当然入る可能性が十分にあると、でそのことをやっぱり、まあ、加藤陽子は歴史学者ですから実証主義的な研究者としては注意しなければいけない。だからつまりそれは戦争がいい悪いとかっていうことではなくて、やっぱりその実証主義的に研究しようとすればその栗林忠通の言うことをとか栗林忠通のやったことを肯定的に全て捉えるっていう姿勢が危ない。戦争の事実なんですかね、その実態を見誤る可能性がある。まあいうことですね。できるだけその栗林さんをそう美化せず、神格化せず、うん、この硫黄島の戦いを考えてみましょう。それでは。でそうすると、うん、彼について言えるのは、合理的だっていうことですね。うんうん、例えば、その陣地の構築にあたり、まあ、要は間に合わせなきゃいけないわけですよね。簡単に言えば、アメリカ軍が攻撃してくるまでに間に合わせなきゃいけないので、彼は巡艦の上官がこう巡視ですね、まあ、彼も含めてこう作業を確認するために巡視しているときに、作業中の敬礼などは一切必要ない。で、それは結局、それをしてると工事が遅れるからっていうことに当然なるわけですよね。もう手を止めなくていいと。そう、手を止めなくていいと、そのまま作業しなさいと。だからその観点から見たときに、水際作戦よりも、やっぱり陣地を攻撃した方が、相手に打撃を与えられるだろうということや、うん、まあ、そのことが先ほど先生がおっしゃった、アメリカにとっては結構大きな打撃になるっていうことに関しては、だからそれは合理的なんですよ、彼が。うんうん、で、逆に言えばです、これを今までのアジア太平洋戦士の中で見るとすれば、他の連中がいかに非合理的かってことなんですよ。いや、これ当たり前のことですよ。冷静に考えれば。だから、他の人たちがあまりに非合理的なために、栗林忠通中将が、もう非常に有能な合理的な指揮官に見える。まあ、まずこういうふうに、やっぱ対比することが重要だろうと思います。うん、まあ、当たり前をやった人って感じなんでしょうかね。そうなんです。当たり前のこと。うん、まあ、だから、その当たり前のことをやるっていうのは当然難しいっていうのは、まあ、今も昔も言われることですから、その意味で栗林忠通中将の能力を否定するつもりは一切ないです。ただし過度に美化したりとか、硫黄島の戦いで確かにこれアメリカ軍の損耗率かなり高いわけですよね、はい、そのことを必要以上に美化するのはおそらく事実を見誤って捉えることにつながるんではないかという、まあ、ことですね。うん、で、18キロ、19キロにわたる、とりあえず地下道をですね、あの島に張り巡らして、それで、米軍が一定程度上陸して、そしていざ進もうといったときに、日本側の、それまで沈黙していたいろんな砲が一斉に炸裂して、うん、米軍がどんどん押されていったっていう、そういうふうな、戦士だと思うのですが、この戦い方自体は非常になんか、はい、先生がさっきおっしゃった合理的かなと思います。まあそうですね、うん、はい。うんうんうん、で、今までこういう戦い方がなかなか当初戦でもできなかったので、まあ、その点ではやっぱ栗林さんが、注目されるのはそうかなという気はするはするんですが。そうですね、うん、はい、それは間違いないでしょうね。うんうんうん、で、アメリカはこの時島に対してそれこそ戦艦でガンガン艦砲射撃、をやって、それは映像が残っていますけれども、すり鉢山の形が変わるほどの、艦砲射撃だったと聞きました。これはここから先のアメリカ軍、まあ、次の沖縄戦なんかでもそうですよね。鉄の暴風と呼ばれるようなその感謝砲撃を展開しますけれど、これはですね、やっぱサイパン島の戦いっていうのが実は一つ影響していて、はい、あそこね、
サイパン島の戦いは、アメリカ側の想定以上にやっぱ損耗してるんですよ。へえ、うん、だからそれが実はアメリカ側の、まあ、なんて言うんでしょう、反省というか、うん、もう少しだから感謝砲撃などをこう丁寧にやっていかないといけないぞみたいな、うんうん、で、すると、これくらい3日未満とかってあの聞いたんですが、3日未満ガンガンやって、はい、で空からもあと航空兵力であの爆撃をやって、もう大丈夫だろうと思って、なんか進撃してきたら、実は日本兵がまだ全然ピンピンしていて、ガンガンあの、うん、ものすごい攻撃をし、抵抗を見せたっていう、そういうことなんでしょうか。そうですね、まあ、そういうことになりますね。うん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 、はい、だからその点で言えば、やっぱりあの地下に潜って、そのなんていうんでしょう、あの、艦砲射撃の効果を全く受けずっていう、その栗林さんの地下にこもる作戦は、その意味ではやっぱり成功だったんですよね。そうですね、成功ですね。うん、はい、うん、そして、ちょうどあのアメリカ軍が上がった、そして進撃してくるという、そこら辺で、日本軍の迫撃砲だの、なんかあの戦車まで地下に入れたっていう話だから、まあ、そうですね、はい、そういう砲弾が米兵の上に降り注ぎ、うん、あの時は鉄の雨がそれこそ米兵の上に降った、バタバタ倒れたというふうに聞いております。うん、2月16日から、感謝砲撃と、まあ、空母艦載機による上空からの爆撃が本格化した後、2月19日ですね、うん、約3万の、第3海兵師団、これが、これ予備兵力か、2月の19日から、海兵隊3万ですかね、これが上陸するわけですけど、まあ、日本側の、まあ、激しい攻撃ですね、うん、まあ、これによって、いや、すごいですよね、これ、やっぱり、最初に上陸したのが第24、第25海兵連隊ですけど、死傷者率 25% ですから、うん、4分の1損耗してるわけで、うん、上陸した戦車56両中28両撃破、だからやっぱ半分壊れてますし、うん、でこれね、あれなんですよ、結局、上陸するときに、あのね、硫黄島って、これね、土壌がね、やっぱ火山灰中心なんで、うん、あの塹壕とか掘るのも結構大変なんですよ。だからこれ、あの日本側も陣地作るの結構苦労したっていうのがまあ有名な話なんですけど、うん、だからその打撃が出るのは、例えばそのタコ壺も掘れない、あの、要は海岸にそのとりあえず弾避けるために穴掘るとかっていうのも、だからなかなか難しいんですよ、やっぱりその火山灰で穴掘るのが大変で、すぐ崩れてきちゃうから、でそうするともうやられるしかない、やられるしかないって言い方よくないですけど、浜辺に身をさらすだけの米兵になっちゃったわけですね。そうそうそうですね。まあ、これは、うん、まあ、攻撃当然しやすいってことになるんで、うん、はい。で、このまま、日本兵はその、張り巡らしておりますから、そして、あのどこから撃ってくるかわからないっていうふうに最初、米兵は思ったようです。要するに、日本兵は姿を現さずに、あの、それぞれの場所から、打てるようにそういう陣地を作っていたというふうに聞きました。はい、そうですね、うん、まあ、でこの後はすり鉢山の戦いですよね。そこを、占領するために、うん、まあ、海兵隊がまあ進んでいくと、うんうん、いうことですね、はい、案外戦いの最初の方ですり鉢山はあの占領されたようですよね、うん、そうですね、これ司令部との連絡線もこれ遮断されるとかっていう結構話がやっぱ早い段階であって、すり鉢山はもうそのすぐ連絡線が遮断されたっていうこともあったんで、うんうん、まあ、すぐに占領されますね、うん、はい、このすり鉢山にあのよく知られるあのアメリカの若者5人ぐらいがあの正常期を今にもこう立てようとしているっていう、はいはいはい、あの写真が撮られた場所ここなんですよね、結局硫黄島の正常期ってやつですね、うん、この年のプーリッツァー賞写真部門を受賞ですね、まあ、これは有名な話ですね、うん、23日の、午前10時頃、うん、そういった戦いが始まって4日か5日ぐらいですね、じゃあ23日って、ね、はい、4日目か、うんうん、はい、だからできたあのできなとかなり早い時期にあのすり鉢山は落ちてるんですけど、そうですね、だでもその一番高いすり鉢山が落ちたから、じゃあ硫黄島の戦いが終わったかというと全然そうじゃなくて、むしろこの辺からがあの本当の血みどろの死闘だったわけですね、うんうん、そうですね、はい、うん、
で、結局、2月19日ぐらいから始まって、もう3月の、20日ぐらいまでやってたんでしょうか、この戦いは。結局、ね。栗林忠通中将が3月26日に、まあ、自決しています。で、ここもね、結構要は栗林の神話みたいな感じになってるんですけど、少なくとも、その先ほどご紹介した石原俊さんが、いろんな、まあ、当然この硫黄島の、硫黄島の戦いに参加した人々に、まあ、いろいろ、こう、インタビューとか、あとはその手記とか、そういったものに確認をしてる段階で、確認をした資料を見ると、3月初めの段階で日本軍の指揮系統はもう崩壊してると。で、それは何でかっていうと、米軍がですね、まあ、上陸後に妨害電波をかなり強力に出していて、要はもう指揮系統が、要は混乱できない、通信が遮断されているような状況になっていると。よし、栗林さんからの指令が届かないってことですね。っていう中でですね、結局、栗林の意図から外れて、勝手に攻撃仕掛ける将校たちっていうのがやっぱ出始めるわけですよね。それなんかまあ、これ映画で申し訳ないんですけど、今から10年ぐらい前に、クリント・イーストウッドっていう、アメリカの映画の俳優というか監督さんが、なんか、シリーズでこの硫黄島の、映画作ったんですけど、その中でもやっぱり出てきてましたね。それぞれの現父場親たの。ちの星条旗ってやつですね、ああ、そうです、確そか。の通りです。硫黄島2部作硫ってやつ黄島からですの手紙かなんかっね。ていう、そういうの。私はどちらも見たんですけど、やっぱその中で日本軍の、それこそ中佐あたりの階級の者たちがもう、自分たちだけで行動するみたいな、そういうシーンが出てきてたんで、あれ、まあ、映画だからっていうんだけど、それはやっぱそうだったんですね、やっぱり。そうですね。だから結局、この硫黄島の戦いは栗林中将のもと、日本陸軍がその栗林の指示のもとに頑強に戦った。だから勝利すること、まあ、ある程度打撃を与えることができたんだみたいな。って言いますけど、事実じゃないんですよ。だ結局、その陸軍の将校たち、勝手に攻撃かけてもそうだし、であとは報復を許さないわけですね、結局。だから万歳突撃はするな、自決はするなという、そういう指令だったというものの、やっぱり降伏もやっちゃいけないっていうんだから、もう地獄ですよね、これだとね。で、末端のね、じゃあ当然投降しようとするじゃないですか、当たり前のことですけど。で、だからそれを例えば、上官が後ろから当然銃殺するとか、まあ、そういったことが多数日米の記録からも確認できるんですよね。で、自決したのが3月26日かな。で、3月16日は一応大本営に最終的に、なんていうんですか、決別の、まあ、打電をしてますよね。散るぞ悲しきってやつですね。そう、戦局最後の関東に直面せりっていうので始まって有名なやつですね。で、この戦いは、まあ、このさっきから損耗率という話が出てるんですけど、アメリ、まあ、率はともかく、その戦争では戦死、戦傷っていうか、傷を負った人と、で戦えなくなった人と、死んだ人と、まあ割と一緒に数えるじゃないですか、戦争って。要そうするでに、死傷者というんでしょうか。すね。その死傷者の数ではもう、アメリカ側の方が日本側を上回った、そんな戦いだったと、言われています。日本軍兵士は、戦死が2万129名。守備兵力が2万933名ですんで、損耗率はもう95%以上。すごもいうおでかすしいんでよ。すよ、これ。すごいですよ。で、アメリカ軍が戦死者数が6821名。戦傷者の数が2万1865名。上回ってますですね。ので、まあ、損傷率で言うと、アメリカ軍の方が2万8000ぐらいなのか。まあ、アメリカ対、アジア太平洋戦争の、まあ、当初戦防衛戦で、アメリカ軍の地上部隊の損害が日本軍の損害を上回った、まあ、稀有な戦闘。で、アメリカがおそらく第二次世界大戦で、
受けた最も人的損害を被ったそういう戦争でもあります。しかも2万900人ほどが、日本兵の守備隊でいて、そのうち亡くなられたのが2万190人、残ったのが600人か700人ってそういう感じですよね。そうですね。これもおそらく大部分は軍属だったんじゃないでしょうか、これ。あの兵まあそうですね。うん、まあ、ただこの、だから亡くなった2万人強の中に、本当に戦死した人何人いるのかなっていう。うんうん、やっぱりだから上官から後ろに撃たれたとか、自殺したっていう人もやっぱり一定数はいただろうと。うんうん、で、もうこれだけ死傷し、あの戦死者が多いと、その伝えられる人も、あのつまり生き残って帰ってきたという人も稀だから、割とこう断片的になっちゃうんですよね、どうしてもね、あの戦いの経過が。日本側からの資料で見る限り。うんうん、まあ、ただやっぱり生き残ってる人たちはいますよね。うんうん、だからそういう人たちのやっぱり記録っていうのが、うん、まあ、いろんな形で報道されたり書籍に残ったりはしてますね。うん、だからさっきも石原俊さんがインタビューしたっていうのはそういう方々にってことなんですよね。うん、そうですね。はい。うん、でここであのロサンゼルスオリンピックっていうのが戦前にあって、確か1932年でしたか。6年だな、うん、1936年はあベルリンじゃなかったっけ。あ、そうだ、だから32年か。そう、32年で、はい、あの、うん、32年ですよ。そう、1936で、うん、あのヒトラーが頑張ってた、ね、うん、32あたりかなと思うんですけど、あそこであの、うん、バロン西っていう、あの西武一大佐っていう金メダルを取った馬術で、その方、ね、うん、その方がこの硫黄島で、あのやっぱ戦死されたっていうのが有名ですよね。うん、はい、馬術、うん、ですよね、確か。そう、馬術、うん、はい、馬術、うんうん、だからアメリカ軍はなんか日本語であの西さん出てきなさい、私たちはあなたの、生命を取る気はないみたいな、そういうことを言ったらしいんですけど、西さんからの応答はなかったっていうのが記録で残っているそうです。あ、だって、まあ出てくるね、陸軍多分そこそこでしょう、中佐か大佐だったと思います、ね。あ、まあ、そしたら無理ですね、それは、ね、うんうん、ここにいますとかさ、あの、うん、僕は10人ほど連れてっていいですかとか言う、うん、そう、できるわけないですよね。はい、うん、で、このうちの祖母なんかも、まあ、祖母って、岡山の人で、あの、はい、はい、うん、あの、なんて言うんでしょうか、あの戦争とかは全くあの縁がないような、そんな人でもこの硫黄島の話はよくうちの母親にしてたっていうふうなことを、僕は聞いたことないんですけどね、さすがにあの、うん、祖母がそれを言っているので、もうちの母親が、はいはいはい、あのおばあちゃんも硫黄島の話はようしてたねって、まあ、言ってるってことは、そういう人にもこの硫黄島の話はやっぱり伝わってたってことでしょうね。さっきのちょうど本土決戦向けのプロパガンダを聞いたのかもしれないんですけど、うんうん、やっぱりあの、当時の普通の人にも話題にはなったんですね、この激戦が、うん、はい、でこのあとですね、はい、結局この硫黄島はその戦後ですよね、うん、ここ結局今一般の住民が行くことは認められてないんですよ。もっと島民も帰還は許されなかったようです、ね、許されてないまま現在に至るんで、そうするとその遺骨の収容とかそういったもの収容して帰還するとか、だからあとまあ当然慰霊っていうことになるんですけど、やっぱそういう作業が難しかったということになりますね、うんうん、でよく硫黄島についてはね、あのこの時本土への攻撃をここで頑張れば1日でも遅らせられると、そしてこの時硫黄島に来てた兵士ってのはもうプロフェッショナルな兵士じゃなくて、それこそ役所の人とか教師とか、あるいはそこら辺のパン屋のおっちゃんみたいな、そういうふうな人たちがもう徴兵で来てるんだと。だからそういう人たちがじゃあなんで頑張れたかっていうと、ここで自分たちが頑張ることによって一日でもあの自分の、あの祖国を守ることができるっていう、その思い一心で頑張ったんだみたいなことが割と美談風に語られます。先生どう思われますか。うん、うんとね、
とかくやっぱこの硫黄島の戦いっていうのは美談として語られる傾向があって、でなおかつですね、この後にその沖縄戦があって、その沖縄戦との対比でですね、どうしてもなんか硫黄島ってね、真実がやっぱり無視される傾向にあるんですよ。例えば沖縄戦って唯一の地上戦だっていう言説がもともとあって、でそれは硫黄島の戦いがあるから違うなってなった時に、今沖縄でよく言われてるのが、なんだろう、住民を巻き込んだ唯一の地上戦だって、これよくマスメディアなんかが言ったりするんですけど、やっぱこれも事実じゃないんですよ、うん、っていうのはこれ島民の中に地上戦に動員された人普通にいるんですよ。あ、沖縄ってことですね。あ、硫黄島です。あ、硫黄島で、はい、そうだからね、はい、そういう事実も、うん、やっぱりどうしてもなんかこの硫黄島の戦いって美談で語られるからそういうこと知らないんですよ、うん、あ、それからその例えばその住民を巻き込んだ唯一の地上戦だって言った時に、結局それはじゃあその巻き込まれた島民の数が、まあ、それはゼロじゃないにせよ沖縄ほどじゃないでしょっていう、まあ当然ニュアンスになるわけじゃないですか、うんうんうん、けどこれ硫黄島って少なくとも19世紀末の段階で、まあ、なんて言うんでしょう、小笠原諸島のこれ南にあるんですけどね、島民結構これ数いるんですよ、やっぱ実際問題として、うん、でその中でやっぱり強制的な要は移住ですよね。なんでかって言ったらここ戦場になるから危ないよってことで強制的に移住させられた島民っていうのはいるわけですよね。父島か母島行かされそうですよね。そうそうです、うんうんうん、でじゃあそういう人たちっていうのは当然自分の生活基盤っていうのが壊されるわけですよ。それはそうですよ、うんうん、でだからそういう事実が消えちゃうわけですよ、うん、例えば自分の親の代から硫黄島にいて、まあ、その硫黄島で、まあ、例えば畑とか耕して生活してたっていう家屋持ってっていう人たちは当然いるわけですよ。でところが例えばそういう人たちっていうのが当然まあなんて言うんでしょう、自分の島を追われるとかね、やっぱりそういう現実があったりするんですよ。でやっぱそれって犠牲になってるわけじゃないですか。でそれからね、この硫黄島に産業株式会社、硫黄島産業株式会社っていうのがあって、ここでその硫黄島に残ってコカインの伐採と乾燥とかっていう作業をやってる人たちは徴用っていうことで疎開から対象外になるんですよ、うん、で例えばそういう人たちがそのまま戦場に残り硫黄島に残るってことになりますよね。で例えば結局戦争になった時にやっぱり徴兵されるとか、まあ、例えばそういう事実って結構あったりするんですよ。連絡係をやれとか食料調達してこいとか、あとはなんか結局その堀を掘れとか、うんうん、でだからそういうふうに実は16名自分たちは軍から正規に徴兵なんかされてないけども、実際に軍属としてやっぱり最後硫黄島の戦いに巻き込まれた人たちっていうのはいるわけで、だからなんていうんですかね、いや美談にするのはいいんですけど、うん、美談にしたために隠れた事実がありませんかという、硫黄島の紹介は、うん、割と完璧にされたのかなと思ってましたけど、はい、そう完璧でもなかったんですね、硫黄島の疎開っていうのは、うんうん、だからやっぱりその栗林忠道っていうのを、うん、あの角にですごい人だと思いますよ、はい、ただ栗林忠道のやっぱ目の届かないところって当然あるわけじゃないですか。そりゃそうですよ、2万人もいたら、うんうん、そうで、その栗林の目の届かないところで、まあ、その今までこう話してきたやっぱり日本陸軍のええっていうのところがやっぱり出てくるわけですよね、うんうん、だからこの石原俊さんがその硫黄島っていう、この硫黄島っていう本の中でまあ繰り返し言ってるのが、やっぱ虫の目で見なきゃいけない、うん、歴史っていうのは、戦争っていうのは虫の目、一番そのなんて言うんでしょう、まあ生き残った兵隊だとかそういう人たちの目で見ないとダメだ、島の目で見てはいけない、鳥の目で見てはいけない、上空からその見た、いや、硫黄島ああいうふうに戦ってるねっていうんじゃなくて、
やっぱり一人一人のそのドキュメンタリーとか手記っていうのをやっぱり大事にしなきゃいけない。うん、それは実証研究という点からも重要ですよね。そう、やっぱりその、うん、だから実証研究っていうのをやるってなると、なんていうんですか、まあ、悲惨な戦争の実態が浮かび上がる。で、それが気に食わない人たちが、あいつは左派だとか左翼だとか、まあ、要は言うわけですけど、だからそれって現実に目つぶってるんですよ。うん、うん、やっぱそういうところがあるっていうことは押さえておきたいですよね。うん、では先生、このパート1で硫黄島の戦い、そして本土決戦、その次は沖縄になると思います。はい、ちょうど今、硫黄島が陥落したのが正式に陥落というか、司令部がもう崩壊したのが3月の末だと思うので、そのすぐあと、4月1日には沖縄への米軍の上陸が始まります。先生、はい、パート2でよろしくお願いします。はい。